こんにちは、シュウです。今回は5月のチャレジューやっていこうかなと思います。 7×6 なんだよね。なんで令和がちょうどいいと思う。なんか令和実装されたから 7×6 になったんじゃないかぐらい、この令和がねいい感じにいけると思う。初見じゃないよね。初見ボロボロにやられた。なんでサードプレイぐらい、いきます。今さテレビ見てたんだよ。一瞬本当に10秒ぐらいしか見なかったんだけど、ガクトさんが出てたんだよね、テレビで。なんかツイッターの急上昇にもガクトみたいななってたんだけど、あれガクトさん、ガクトでどっからあれお金出てんだろうね。なんかすごいお金持ちの印象ない？なんか正月番組で格付けとかあるじゃないですか。あれとかにもすごいなんかワイン、高いワインと安いワインを比べるみたいな番組あんだよ。どっちが高いワインでしょうかみたいな、それも当てるんだよね。もう全然風味が違うみたいな。お金持ちのあれがすごいんだけど、ガクトってあれ歌手の方なのかな。ごめんなさい、私そのテレビでもしかしたらやってたのかもしれないけど、本当に一瞬しか見なかったんだけど、はい、いいね。職業的に言うと歌手の方なのかな。たまにさ芸能人でなんかあんまり素性わかんない人いない？え、この人なんでこんなお金あんのみたいな。カノー姉妹とかそうじゃない？カノー姉妹、カノー姉妹ってあれなんであんなお金持ってんの？なんかすげえでっけえ指輪腕につけてさ、あれなんなんだろうね、カノー姉妹って。全然わかんない。ちょっとや闇が深いって言い方もあれかもしれないけど、あんまこういうの触れちゃいけないのかもしれない。私はうわ、これ火欠損してる。いただきます。これリーダースキル、火いただきます。リーダースキルが火水木、リーダースキル見ようか、見てなかったね。はい、うん、これで突破できたと思う。いや、ルーレットやだね。すげえやだ、めちゃめちゃやだ。ちょっとこれ終わったでリーダースキル見よう。リーダースキル指定色がまず火水木光なんで、これを4個以上消すとリーダースキルが出る。だから必要な色が4444で16個必要なんだよね。なんで普通の盤面だとリーダースキルがすごい出ない。火水木光を同時に4個以上消すと8倍にコンボ加算、人を木の全パラ2倍。どうしよう、お願い火急行。いやで、お待って、これ木の無効貫通でワンチャンいける。いや、これ木と火の竜逆だったらよかったな。だってこれいいところがルーレットを無効にできんだよ。はい、いけ。いや絶対いかないだろうな、絶対いかないだろうな。さすが、いやでも落ち込む、すごい、いけ。いや惜しい、天空竜オシリス、いや惜しかったな。でここのためにターディス入れてる。ボーハラのリーダースキルが全パラ 1.5 倍、ドロップ2秒延長、ヒカキを4個以上消す。おお、なんか似てるねリーダースキル。たぎるか、たぎります。でここは倒しに行こうか。わー、水いただきます。あ、水いただきます。むずいなルーレット、マジで難しい。はい、これ2コンボ加算だからね、合計4コンボ加算になるんですよ。でも今リーダーフレだから2コンボ加算か。いけ、いや強いね、火力的には問題ない。ただ本当に 7×6 じゃないと全然、おお、ボスと全然通用しないんだよね。レディース&ジェントルマン、これなんか遊戯王のセリフでなかったっけ、ペガサス・ジェイ・クロフォードだっけ。いや違うな、これ確か HP 調整してくるよねこいつ。一回殴ってみます。どれぐらい削れるかな。ただこれ坊や春道になって指伸びたんじゃない。なんかリーダースキルでさっき2秒延長って書いてたよね。あ、水いただきます。いただいて、こうしますで色決まってる、決まってるっぽいね。あ、今ヒュッてやれば木組めたな。 OK、 これでどれぐらい削るかな。これ前パネラ来た時硬すぎね。パネラ来た時その敵の HP が多くてカンストしても倒せない時代があったらしいよ。その前チャルダンかなんかでパネラ出た時あったんだよね、忘れたけど。でそこでなんかパズドラの最大インストカンストか、カンストが21億らしいんだよね。なんでもう全キャラ21億出てんの、そのパズドラのリダフレサーブ全部なんだけど、そのパネラの HP が多すぎて倒せないみたいな、この99%カット。なんで実質何億ぐらいの HP やって
だからもうどんな100倍エンハンスとかあってももう21億で観測してるから倒せないみたいな、そういう現象があったらしいよ。なんかすごいね。弾け、いや弾かねえか。とりあえずここ耐久するしかないよね。この 99% ってやばくない？とりあえず4つ消しとかも入れないよ。一回回復とか読んで全力で。だからこれだ、あれだね。この残り3ターン切れてから勝負だね。おすげえ、また、いや、私この動画出すとね、ついに、ネタがなくなるんだよね。ゴールデンウィーク、なんとかネタ切れをしのいでやってたんだけど、この動画出すともう、明日のネタがで、ね、パズドラって休みの日って新情報が更新されないんだよ。なんで、もう私の今日最後の切り札だね。オッケー。スーパーイリュージョン。さあ来た、僕をもっと楽しませてくれよ。50杯な、こっからダメージ取るね。最高のコンボ。最コンボっつってね。難しいな。ただ次でルーレット終わるんだよ。なんでこれルーレット終わったタイミングで勝負だね。いや、これ一回お邪魔処理でいいかな。一回殴んないっていうか、ちょっと私のパズル的に殴れなかった。一回回復して、いいね、回復 HP 満タンにしの。お、やべえ、俺、積んだかと思った。いやー、めんどくさ。まあ、指延長しとこうか。そうだよね。で、アルフォンスは、一応使っとくか。ビビリのアルフォンス使います。欠損してないね。ここで殴りに行きます。どれぐらい削るかな、これで。闇は一応このパーティーには入ってないんだもんね。見ます。まあ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 、すげえ繋がってるけど。とりあえず、これでどれぐらい削る？レイはね、回復出してくれるとすごいありがたかったよね。硬すぎない？いや、今多分倍率出てなかったな、私。なんか、ジャキンジャキンってなってなかった気がする。ちょ、もう一回行くよ。今倍率出てた、私。踏みます。で、光4つ消しにします。はい、これは出てるね。さっき出てなかったかな？ OK。これでどれぐらい削る？いいよ。やめてやめて。お。さっきやっぱ出てなかった。いや、倒せるね、倒せる。最後チェンジザワールドで無効貫通しようか。いきます。そう、これ回復出してくれるとね、無効貫通もしやすかったんだけど、そこが唯一もうちょい欲しかったなっていう点。いったよね、いったよね。危ね、私結構使うの難しいんだよね、これ。オッケー、多分倒せたと思う。なんか対策すれば簡単だね。初見だと岸田の指奪いとか割ときついかもしれないけど、対策すると今回のチャレンジそんな難しくない気がする。じゃあね、バイバイ。